皆さんこんにちは。皆さんは天然な人に対してどんなイメージがありますか？人とはちょっと違った発想をしたり変わった行動を繰り返すので、一般的には天然ボケとも言われています。時には常識外れなことも平気で言ってしまったりと、ちょっと変わっているところもありますが、なぜか憎めない天然と呼ばれる人々。今回はそんな天然な人に共通する特徴を見ていきましょう。自分自身や友達に当てはまるかチェックしてみてください。1、方向音痴の人が多い。一つ目の特徴は方向音痴です。方向音痴というと、一般的には男性より女性の方が方向感覚に疎いと言われていますが、中でも天然な人は男女問わず方向音痴の人が多いという特徴があるそうです。道に迷うのは困ってしまいますが、天然の女性はそれが逆に可愛さだったりするので、逆に男性に甘えることにつながったりします。ただ現在はスマートフォンにナビが入れられているので、困ることは少ないかもしれませんね。2、真面目で純粋な人が多い。2つ目の特徴は、天然な人は純粋で真面目だということです。そして天然の人は自分が天然だと周りに思われていることも気にしません。純粋にいいと思ったことを行動に移すので、損得よりも正義感が強いと言えますね。ですので普通の人がためらうことでも平然とこなしてしまったり、まっすぐと生きる姿がなぜか憎めない人物像と言われる理由なのかもしれませんね。3、あまり人の話を聞かない。3つ目の特徴は、人の話をよく聞かない傾向があることです。これは本人に悪気があるわけでもありませんし、自分勝手というわけでもないのです。天然の人の頭の中には常にマイワールドが広がっており、見た目以上に忙しいのが特徴です。気配りができない、空気が読めないということがあるのもそういった理由からなのです。ですがこれは悪いことだけではなく、人とは違う自分の世界を持っているので、芸術家やアーティストなど特殊な才能を持っているのも天然な人の特徴です。4、常にポジティブで気にしない。4つ目の特徴は、物事を常にポジティブに捉えていることです。常に前向きな思考を持っているのは素晴らしいことですよね。ただ他の人に急に怒られてしまうと、なんで怒られたのか理解するのが難しく、知らぬ間に他人に迷惑をかけてしまうなんてことも。しかしポジティブな行動力と持ち前のキャラクターで憎まれにくいのも特徴です。5、天然の自覚全くなし。5つ目の特徴は、天然な人は自分が天然だということに全く気がついていません。もし自分が天然だと思っている人は軽度の天然な人と言えますね。天然な人は人に天然だと指摘されても、私のどこがと不思議に思ってしまうみたいです。逆に天然キャラを演じている人の反応は、天然と指摘されると逆に自分が天然だということをアピールしてしまう傾向があるようです。6、隙が多いと見られる。6つ目の特徴は、天然な人は隙が多いと見られがち。常にポジティブで優しそうな天然の人は男性からの人気が高い傾向があります。そのため警戒心がないように感じられてしまい、男性から見ると透け入る隙が多いと思われがちです。女性の方はちょっと気をつけた方がいいかもしれませんね。7、子供っぽい仕草が多い。7つ目の特徴は、子供っぽい仕草が多い傾向があることです。例えばリアクションが大きかったり、嬉しい時にははしゃいだり、涙を流すことも多いです。素直な性格の人が多いので、感情に対しても行動がストレートに出てしまうんですね。これが可愛さだったり憎めない要素につながっているのかもしれませんね。8、苦手な相手があまりいない。8つ目の特徴は、苦手な人があまりいないこと。あまり細かいことを気にしないので、人からの悪意に鈍感で苦手とも思わないようです。誰に対しても同じように接することができるのも天然の特徴で、ある意味特技ですね。人と分け隔てなく付き合えるというのは、誰からも好かれる要因の一つでもあります。
9、童心に帰れるような場所が好き。9つ目の特徴は、子供が好むような場所が好きということです。例えば動物園や遊園地といったような子供が喜びそうな場所に好んで出かけるという傾向があります。逆に大人が好むような場所にはあまり興味がない傾向もあり、おとなしくするのは苦手です。純粋な気持ちでのびのびと遊べるところがぴったりのスポットですね。10、なぜか同性の友達が多い。10個目の特徴は、同性の友達が多い傾向にあります。特に女性に関してはその傾向が強く、誰でも分け隔てなく純粋な心で接するので、異性だけでなく同性からも好かれるという特徴があります。逆に天然キャラを演じてる人は異性の友達が多い傾向にあり、少し下心があるのかもしれませんね。いかがでしたか？あなたは天然な人の特徴がいくつ当てはまりましたか？よかったら当てはまった箇所をコメントしてください。身近な友人、恋人の特徴を見てみると面白いかもしれません。